挑戦者として別府市在住の近藤信俊選手が出場します。別府市浜脇のムエタイキックボクシングブレイブリージムに所属する近藤信俊選手、今月24日に迫った日本スーパーライト級のタイトルマッチに向けて 63.5kg の制限体重をクリアするため厳しい減量を続けています。減量も7キロほどあるんですけど、試合1週間ぐらいで約残り2キロと、まあ、減量もうまくいっているので調子がいいと思います。バドミントン競技では九州大会優勝の腕前、さらにプロボクサーの経験もある近藤選手。鍛え抜かれた反射神経や動体視力が持ち味で、ファイトスタイルは打たれずに打つ。これまでの戦績は12勝4敗1分けで、 KO の数は2回と少ないものの、硬いディフェンスで並みいる強敵を撃破してきました。勝者赤コーナーノブブレイブリー、このように強いですね。どんどん勝っていかないと、もう先がないので、もう本当にいつでももう壁というか、もう負けたら終わりだなという気持ちでずっと やってきたので、強さの秘訣についてトレーナーの評価は、すごい練習もハードな練習も毎日ほぼ365日してるのもありますし、パンチの技術がすごい他の選手にもちょっとズバ抜けてるなって言われる。タイトル戦に向けて練習に励む近藤選手の近くには小学生の姿が。ジムに通う子どもたちにとって大きな目標、そして憧れの存在となっています。強くてかっこいい選手です。キックの打ち方とかそういうとこ真似したいと思います。僕の方も一つの目標でもあるし、その尊敬している選手なので、まあ、勝ってくれると信じてます。ジム仲間からの応援を受けて近藤選手の特訓は熱を帯びています。プロ格闘家として活躍する近藤選手にはもう一つの顔があります。バーの経営者です。練習後の疲れ切った体でカウンターに立ち、毎日深夜遅くまで店を切り盛りします。痩せたな。痩せたよ。げっそりしてるな。大丈夫か。まあまあ大丈夫じゃないけど、こちらの方はスリッツ、まあスリッツ近いのはジムジムですよね。こっちはやっぱ接客やけちょっと疲れたとはですけどね。タイトルマッチで戦うのは24歳の新進気鋭のチャンピオン、33歳の近藤選手にとって難敵です。近藤選手は打ち合いよりも相手の体勢を崩して膝蹴りや肘打ちを見舞う踏み相撲に活路を見出し、格闘技人生をかけた大一番に挑みます。ここを勝つか負けるかで、ね、また僕の今後の格闘技人生もまた大きく変わると思うし、勝ったらでも勝ったでまた大きな壁がまたできると思いますけど、まあ、そこに挑戦していくのが面白いの格闘技なんで、まあ、そこは一生懸命やっていきたいと思います。王座獲得をかけた決戦まであと4日、多くの経験を糧につかんだチャンスで最高の結果を残すため、近藤選手の闘争心は熱く燃えています。ムエタイの試合は首都圏を中心に非常に人気が高く、今回のタイトルマッチもすぐにチケットが売り切れてしまったそうなんです。そうですね。また近藤選手がタイトルを獲得すると九州から初のチャンピオン誕生ということで注目も高まっているようです。はい。